3,2,1,0 ゼロから写し始めますのしじまです。 YouTube 登録者数200万人突破ありがとうございます。200万人を超えた記念として個人 Vlog 動画を撮影するわけなんですけど、今月は僕の番です。今回僕が何をするかと言いますと、韓国のプロのメイクアップアーティストさんに韓国メイクをしてもらおうと思います。プロのメイクアップアーティストさんにヘアメイク、メイクアップ、メイク講座もしてもらおうかなと思っておりますので、今この状態からどのぐらい僕がかっこよくなれるのかなっていうのをお届けできるかなと思います。それでは準備してレッツゴー。はい、というわけで着きました。本日はこちらでやってもらえると思います。韓国メイクアップサロンのユイリさんでメイクアップしていこうと思います。それではレッツゴー。初めての受けライブのお手伝いを始めます。あ、もう本当に初めてです。いつも舞台のところでご自身で。あ、もう全部自分でやってます、うん、クリームコンシーラーとかですか。クリームコンシーラー、うん、はい、そうです、クリームコンシーラーになります。ブラシとか使った方が馴染みいいですかね。確かにブラシ使ってあげた方が染みやすい部分とかはやっぱりありますよね。今オレンジコンシーラーでくすみと飛ばした感じなんですか。やっぱり今そのまぶたとかちょっと肌のトーンが暗くなっている部分があるので、なるほど、はい、そこをしっかり今最初に合わせてあげた状態になります。ダフィっていつからされてるんですか。あ、小学校6年生ぐらいの時にオタゲっていうのを知って、うんうん、中学1年生からはオタゲ始めてる。すごい若い頃からされてるんですね。あ、そうですね。なんか本当に趣味で最初やってて、その時まだおたげっていう文化自体が全然なくて、今ようやくちょっと知り始めてる感じです、うん、しかも中も顔が白い。普段ご自身でメイクされる時よりも白いですか。そうですね、自分の肌の色に合ったやつしか塗らないので。あ、そうなんですね。はい、遠くから見たら毛穴がないですね。今ブラシでこう塗っていってたんですけど、はい、その時にやっぱり毛穴もなくすようにこう埋めるかもしれないみたいなので、なるほど。眉毛は普段ご自身で処理されてる。あ、そうですね。自分でできる限りは、いつも描いてますね、しっかり。こういう鉛筆の方が描きやすいんですかね。やっぱりこういう細かい部分、毛を描いていくにあたっては、こういうタイプの方が描きやすい。めちゃ綺麗。でもあのそんなに描くのに難しいタイプの眉毛ではないです。本当ですか。よかったです。めちゃめちゃ綺麗なんだけど、目尻あたりぐらいまでしっかりと描いた方がいいんですかね。あ、先生の場合はやっぱりこの目よりもあの長く眉尻を描いてあげる方が好きですってことらしいので、はいはい、目尻を長くは描いてあげてる状態になります。参考にします。すげえ、目のくすみが全部飛んでますね。ないです。これからもっとどんどんなくなっていくと思います。めちゃめちゃ楽しみです。綺麗でね。まだアイシャドウで塗っている状態です。もう目がすごい綺麗です。普段はアイライン、舞台の時は描かれてるんですか。あ、描いてるんですけど、本当目尻だけしかやったことないですよ。このしっかり際までは埋めたことはないです。左右でやっぱり目の大きさ差があるんですよね。あ、はいはい、左側の方が目力が少し右より足りてない感じなんで、なのでそこをちょっと合わせてあげて、しっかり描いてあげたい。なるほど。今赤いの乗せてる感じですか。赤みっぽいのをあの使われたいっていうふうにおっしゃってたので、その赤み含んだカラーを乗せていってあげてます。やっぱ何種類も混ぜて使うっていうか、そういう感じなんですかね、一つのパレットよりは。そうですね、あのご自身でやられた時はそれでも一つのパレットでも全然問題ないんですけど、やっぱり今日あの舞台用メイクっていうことなので、しっかりといろいろ混ぜて使ってみましたってことらしいです。すげえ、クマが消えた。ダークオフ素族はないですね。すごい、目が何倍っていうぐらいでかいですね。涙袋とかもやってましたか。なんかダブルライナーとかで書いてあげてぐらいはやったことありますけど、ここはしっかり書いていただいたことはないって感じですね。先生もあのもともと男性の方に対してはそんな涙袋を作るタイプじゃなかったらしいんですけど、でも最近やっぱり男性でも涙袋を書く人アイドルとかも多いので、ただあんまり女性っぽくこうあんまりすごいキラキラとか分かんない程度に、はいはいはい、もうこの時点で自分じゃないみたいですね。すごいリアクションいっぱいしてくれていいですね。
なんかいつもチームのメンバー男の子いるんで、イベントの時ぐらいは、まあ、僕が基本的メイクしてるんですけど、やってあげてる感じなんですけど、ね、みんな本当に僕以上に知らないので、やっぱり他の人のメイクするってすごく難しくないですか？めちゃめちゃ難しいです。自分がいつもやってるメイクを人にやるっていうのはなんか全然うまくいかないです ね。だって自分の顔だったらね、やりながらできるようになりますけど、はいはいはい、他の人の顔はやっぱちょっと違うのもあって大変ですよね。すごい。じゃあチームで美容担当というか、あ、まあ一応そんな感じ。こうやって人にしていただくことがもうめったにないので、うん、ちょっと大きな会場とかの時はなんかしていただける時もあるんですけど、はいはい、例えばテレビ出演の時とかはメイクさんがやってくださったりとかもあるので、はい、その時にちょっといろいろと教えていただいたりとか。テレビの時と今やってる感じも違ったりします？そうです、全然違いますね。本当ですか？はい、あっちは整えるって感じですけど、うん、こっちはしっかりと華やかにするみたいな感じ、うん、最近韓国のね化粧品もいっぱい日本に出てきて、はい、増えてる感じですね。いや、このパレットがすごいな。なんか全部消えますね。先生の韓国のメイクアップアーティストの人たち秘宝っていうんですか、全て詰まったパレットみたいです。すげえ。もう買い取らせていただきたい。自分一人でなんか検索したりとか、うん、コスメショップ回って BA さんとかに行くのも限界があるんで、うん、やっぱりそのプロの方にお話聞きたいなっていうのもあって今日は。そういう DA さんとかだと、どうしてもそのブランドの限られたところのスタッフの方になるじゃないですか、はいはいはい、だからやっぱり本当にちゃんと知りたかったらこういうメイクさんを探して聞いていただけた方がいいかなってことだったので、今日は来ていただいてすごく良かったと思います。いや、もう僕も来て良かったのすごいな。アイドルの方ってあのこんな感じでメイクしていただいてみんな綺麗になってんだなと、もともと綺麗っていうのもあると思うんですけど、そうですね、やっぱりまあアイドルなんでもともとね綺麗な人ももちろん多いんですけど、メイクしてコンセプトに合わせてやってるっていうのもあるんで、それで作り上げてる部分が大きいと思います。でも本当に特に最近のアイドルは、はい、みんな本当にもともと綺麗かっこいい、そうですよね、あの肌の状態もすごいいい人多いっていうふうに、うんうんみたいです。ストレイキッズがお好きなんですか？僕一番好きなのは日本のプロデュース版を2かシーズン2の時に、ね、デビューしたの INI っていうグループが大好きで、はいはい、あ、そうなんですね、はい、誰推しなんですか？僕西ひろと推しです。あら、はい、あ、そうなんですね。なのであの金髪にして、そんな金髪だったんですね。そうですね今ちょっと薄ピンクみたいな色なんですけど、多分薄ピンクみたいな色なんですすごい肌めっちゃ綺麗になった。肌が一番重要な部分でもあるので、ここはしっかりと作り上げています。今ちょっと鼻のシェーリングとかやってたんですけど、はい、鼻筋が気持ちこう左に寄っていってるみたいなんですね、うんうん、なのでちょっと右側に明るめのパウダーを出してあげて鼻筋をまっすぐに見せてあげてます。考えたことなかったですね。確かになんか左右対称ではないなと思ってたんですけど、うん、まあね、誰でもね、それはもちろんぴったり合ってる。自分に似合うリップの色があんま分かってなくて、あんまり赤すぎる色とかは塗らない方がいいかなっていうのが思って、はい、あ、自然な配色の色味のものがいいかな、うん、ピンク系なのか赤系なのかっていうのがちょっと聞けたら、うん、ピンクではないかもしれないです、うん、ピンクっていうよりかはちょっとピーチっぽい色。あー、なるほど、ピーチっぽい色で、一旦これでメイク一通り終わりになるんですけど、はい、仕上がり的にもうちょっとここやりたいとか何かご要望あったりします？なんかいや、もう大満足です。よかったです。ありがとうございます。じゃあ一旦これで終わりになります。ありがとうございます。まあ、すごい。すごい。目めちゃめちゃでかいですね。やば。すごい。ありがとうございます。じゃあ続いてヘアメイクの方やっていきたいと思います。どんなヘアスタイルにしたいですか？できればちょっと前髪。上げる感じ、上げるというかちょっとオールバックじゃないですけど後ろ目にしたいって感じですね、イメージ的には。こんな感じです。あ、それです。僕の推しの INI の、はい、西博人です。この前なんかアリーナツアーめっちゃかっこよかった。これ今もうワックス的な、もうどちらかバーム寄りですね。あ、バーム寄り、そう、こういうのが出てきた。いつもは下げてる感じです。そうですね、基本的には下げてて、イベントでいる時とかは髪の毛上げたりとか、ここで前髪とかあっちゃうと汗とかで崩れちゃうんで、うん、おー、うん、
すごい。完成です。ありがとうございます。すごい。完全体ですね。本当かっこよくしていただいてありがとうございます。加藤さんハムリだ。というわけでメイクアップとヘアメイク終わりました。いや本当すっごいな、ヘアメイクとかもその髪の毛の立ち上がり方とかも全部教えてもらって、いやすごい毛流れとかもめちゃめちゃ綺麗だし、というか見てメイクよ、この目とかさ、この鼻筋とかリップとかもそうだし、あと特に肌やばくない？めちゃめちゃ綺麗なんだけど、すげえ嬉しい。いやこういうねメイクアップのやり方だったりとかコツをね教えてくれたので、今後ともねゼロイチでやるときもねしっかりと教えてもらった技術を使ってみんなに見せれたらいいなと思っております。いやーかっこよくない？恥ずかしい。ぜひね皆さんもねお時間あったら行ってみてください。それでは3、2、1、0、0から1始めますのしじまでした。バイバーイ。